クコは東アジア原産のナス科の落葉低木。荒れ地などに見られ、夏から秋にかけて薄紫色の花を咲かせて、秋に赤い果実をつける。有用植物で食用や薬用に利用される。北、アメリカなどにも移入され、分布を広げている。別名、ウルフベリー、ゴジベリー。中国植物名はクコ。和名クコは、寒名に由来する。寒名で クコと書き、中国の古書に、クタチバナ花の,のような棘があり、古竜のように枝が、しなやかに伸びるので、クコと名付けられたとの記述がある。日本の地方により、カラス南蛮、河原宝月、野南蛮などの方言名でも呼ばれている。英名のゴジベリーの名が逆輸入され、日本の園芸店でもゴジベリーの名で流通することも多い。日本全域、朝鮮半島、中国、 台湾に分布する。平地に分布し、産地には見られない。日当たりの良い原野、河川堤防、土手、海岸、市街地や農耕地帯の道端などの藪に自生しており、人の手が加わりやすく、高木が生えきれない環境によく生える。ある程度湿り気のある水辺の砂地を好む。庭などで栽培もされる。日本では土手や道端の藪でよく見られるが、 かつて一時の漢方薬ブームで頻繁に採取され、見かける数が少なくなった。高さ1から2メートルの落葉の低木で、茎は細長く伸びて直立しない。枝は長さ1メートル以上、太さは数ミリメートルから1センチメートルほどで、細くしなやかである。枝はよく分岐し、地上部は球状にしなって垂れ下がり、矢部状になる。3から4月頃に芽吹き、 枝には2から4センチメートル程度の葉と1から2センチメートル程度の棘が互生する。葉はやや先が尖った楕円形で数枚が集まるように枝から出る。垂直方向以外に地上にも匍匐形を伸ばし、枝先が地に接すると発根して同様の株を次々と作って繁茂する。葉は長さ2から4センチメートルの頭皮心型か長楕円形の前円で、 多場性して数個が集まり、葉質は厚く柔らかで無毛である。葉の付け根にはしばしば棘状の小枝が生える。開花期は夏から初秋で葉液から1から4個の細い花柄を出し、直径1センチメートルほどの小さな薄紫色の花が咲く。花は小径で果敢は五列する。花から5本の長いおしべが出て目立つ。果実は液化で。 9月頃に結実し、長径1から2.5センチメートルほどの楕円型で、大々光色に熟す。果実の中に種子が20個ほど入り、一つの種子の大きさは2ミリメートル弱ほどで、人円形や楕円型で平たく、種皮は淡か色で浅い網目模様があり、ザラつき感がある。性質は丈夫であり、5月頃に、しばしばハムシの一種と星首細ハムシの成虫や、 幼虫が葉を強く食害したり、何種類かの節谷が葉裏に寄生して、中栄だらけになったりするが、それでもよく耐えて成長し、乾燥にも比較的強い。一旦定着すると補腹系を伸ばして増え続け、数年後にはまとまった群落となることが多い。挿し木で簡単に育つ。実が安仁豆腐のトッピングに使われる非常に有用な植物で、早果実が、食用、茶料。 果実種、薬用などに、また根は、漢方薬に用いられる。放火力が強くて、剪定にも耐えるため、低塩樹や生垣に利用されることがある。刺し木や株分けで、容易に繁殖することができる。歯には、ベタイン、ベータ、シトステロールグルコシド、ルチンなどが含まれ、毛細血管を丈夫にする作用があると言われる。赤く熟した果実には、ベタイン、ジェアキサンチン、 フィサリンなどが含まれ、競争作用があり、酒に漬け込んで、クコ種にするほか、生食やドライフルーツでも利用される。薬膳として、上の具や杏仁豆腐のトッピングにもされる。また、柔らかい若葉も食用にされ、軽く茹でて、おひたし、あえ物、汁の実に調理されたり、サラダや料理のトッピングに利用される。クコの果実は、クコし、コンピは、し、骨皮、 葉はクコ用という木薬である。長葉クコも同様に木薬にされる。採取部により三者三用の小薬名があるが、競争薬としての公用は同じで、組み合わせで利用されている。葉は6から8月頃、果実とコンピは秋に採取して、水洗いしたものを天日で乾燥させる。コンピには、ベタイン、シトステソル、リノール酸などが含まれ、果実と共に、 需要競争の目的で漢方薬に廃材されている。民間では果実、コンピ、葉それぞれついた治療5から 10g を 600cc の水で半量になるまで戦時3回に分けて服用する用法が知られている。果実は食欲がなく下痢しやすい人に合わないことが多く、コンピ、葉は冷え症の人に対して禁忌とされている。ワルファリンとの相互作用が報告されている。 食品素材として利用する場合の人での安全性、有効性については、信頼できるデータが見当たらない。果実のドライフルーツわかめ、養鶏、果実のいずれも、食用や果実種とする。春のわかめは、先端の10センチメートルを摘み取って、茹でて、水にさらし、和え物やおひたしにしたり、生のものをよく洗って、天ぷらや炒め物、汁の実として調理される。 夏から秋にかけての葉も食用にでき、茹でて、おひたしやあえもの、生のまま天ぷらにしたり、煮つけて炊いた飯に混ぜて、コハ飯にできる。9から11月頃の、よく売れた果実は、よく洗って、ホワイトリカーに漬け込み、果実酒にする。早根は細かく刻んで乾燥させ、クコ茶として飲用する。また、スーパーフードとして、 商業的に販売されており、食べる目薬などと標榜されている。ありがとうございます。